三国志公伝とはどんな内容？江戸時代にやってきたアフター三国志小説。今回は三国志公伝についてお話ししたいと思います。三国志公伝はその文字から推測できるように三国志の後、正しく言うならば三国志演義の後のお話です。お話の完成度は三国志演義のレベルが高すぎるために比べることは難しいですが、三国志ファンから見ればいろいろと感慨深い内容となっています。この三国志公伝がどんなお話なのか、どのようなものなのか、今回はざっくりとご紹介しましょう。三国志公伝とは、前述したように三国志公伝は三国志演義の続きの世界を描いた小説です。作者は有用野氏といい、三国志演義の世界を作り上げた羅漢中とはまた別の人物です。その成立時期は中国における明の時代であり、三国志演義が生まれた時代と同じですね。内容からすると三国志演義ができてから生まれたのが三国志公伝だと思われます。公伝と演義と平和。三国志公伝は三国志演義を書いたと言われる羅漢中が書いたものではありません。しかしその続編といった方が分かりやすい内容となっています。また三国志演義のように史実、民間伝承などを取り込んでいきながら、作者のオリジナリティもふんだんにあふれた内容となっているのが特徴でしょうか。また三国志平和の内容も踏まえられており、こちらでは劉備のひ孫が秦と戦うのですが、この影響をかなり受けている内容であり、三国志、三国志演義に出てきたキャラクターたちの孫が多く出てくるのも特徴です。三国志公伝人気。そんな三国志公伝ですが、三国志演義が大人気となった中で生まれたにもかかわらず、中国ではそこまで人気を集めることはできなかったようですが、そんな三国志公伝は実は海を渡り日本にやってきていました。そして江戸時代の日本では翻訳され、通俗俗三国志、通俗俗語三国志としてそこそこの人気を得ていたようです。ここからも日本人の三国志好きがわかりますね。三国志公伝の始まり、ざっくり。さて、三国志公伝の主人公は劉備の孫である劉円です。とはいえこれはあくまで話の上での設定であることを忘れてはいけません。また劉円に限らず、数多くの武将たちの孫たちがたくさん出てきます。こういう点は三国志演義好きにはたまらないポイントですね。始まりをざっくりと説明すると、劉円が蜀の滅亡時に生徒を脱出、郷土の地にて再起を目指しているところに、同じく蜀漢王朝の再興を目指している関羽、張飛、張雲などの蜀の名臣たちの子供たちが集まっていくというストーリーです。三国志公伝の終わり、かなりざっくり。劉円たちが戦うのはもちろん秦王朝。こちら秦王朝でも三国志演義おなじみのキャラクターたちの孫世代がたくさん出てきます。こちらには夏侯惇や司馬懿の孫だけでなく、陸遜や梁騰らの孫も出てくるのが面白いところ。そして戦いに次ぐ戦いの中で見事秦王朝打倒の夢を叶えます。とはいえ史実から大きく離れてハッピーエンドということはなく、劉円が建てた北漢王朝は天下を統一することなく滅亡してしまうエンディングとなっていますね。三国志公伝のポイント。三国志公伝は三国志演義、三国志平和の流れを組んだ歴史小説ですが、少し触れたように大まかな流れは史実に沿って流れていきます。劉円の設定や秦や呉に仕えるかつての武将たちの子孫らとの戦いなどは創作部分ですが、最後の終わりでも漢王朝はまた滅ぶところなどは史実の流れに沿っていると言えるでしょう。ただし赤禄、張賓らなど史実の上で秦との戦いの中で活躍した人物たちは、大体蜀の名臣たちの子孫になっています。このあたりは人によってはやや評価が分かれるところで、蜀美意、設定に無理があるという印象が残るのは否めないところです。しかしそれを踏まえて読めば、三国志ファンには一度は読んでみてほしい作品と言えるでしょう。ただ八王の乱など三国志演義で言えばより後の話がベースになっているので、そのあたりのお話を頭に入れてから読むことをお勧めします。興味を持たれたならば
そんな三国志公伝ですが、原書は世界中で2冊しか確認されていないとやや不遇な扱いではあるものの、現代ではインターネットの普及などもあり読むことは可能です。また日本では通俗俗三国志、通俗俗語三国志という名で日本語に翻訳され、現代語でもインターネットで読むことができます。ぜひ興味を持たれたなら一度見てみてくださいね。三国志ライター千の一人ごと。前述したように三国志公伝のお話の舞台は新王朝であり、八王の乱や五胡十六国についてなども踏まえた話が出てきます。このこともあるので、個人的に最大限に楽しむならばこのあたりに目を通してから読むのが良いでしょう。しかしそれらも現代では少し調べればたくさんの情報が出てきて共有することができます。便利な時代に感謝しつつ、三国志の世界をまた少し広げてみませんか？